株式会社ブシロード2021年6月期第2四半期決算説明をさせていただきたいと思います。代表取締役の橋本です。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、キーワードとしまして、投資のフェーズから成長のフェーズに大きなトレンドで変わっていく、そういうタイミングでございます。上期におきましてはですね、4つのゲームをリリースいたしました。また2つのアニメの放送もいたしました。1つは当社 100% 出資のアニメということで、大きな制作費のもありました。このようなところからですね、立ち上げのコストが大きくかかったタイミングを、集中的にかかったタイミングを経過してですね、今後は大きなトレンドとしては成長に入ると、このようなキーワードであるというふうにご認識ください。はい、まず決算サマリー5ページをご覧になっていただきたいんですが、はい、当第2四半期の売上高は90億円ほどとなりました。これはですね、前年同期でですね、四半期ベースでは過去最高だった前年の第2四半期に迫る売上規模を確保いたしました。利益面では2.5億円ほどのプラスということになりまして、 Q-on-Q では黒字に転換しております。また四半期の純利益という意味ではですね、マイナス3600万円となりました。こちらはですね、のれんの減損が入ったためでございます。後ほどご説明いたします。今度はセグメント別でご説明いたしますと、デジタル IP セグメントでございます。売上高67億円ほどとなりました。セグメント利益は2400万円となりました。この売上高は四半期ベースでですね、過去最高を2四半期連続で更新達成しております。この売上を牽引しましたのはですね、アプリゲームのグルミク、これがフルに四半期で入ってきたことなどが牽引しております。はい、そしてライブ IP 事業ですね、売上高は23億円ほどとなりました。利益面では2億円ほどを確保いたしております。売上高は前年比で言いますと 19.1% 減と、利益面でも 57% ほどの減少ということになっております。これはこちらは引き続きコロナ禍の中でおりますが、新日本プロレスの 1.4 の東京ドーム大会ができたこと、またですね、音楽の方では CD 音楽ソフトの好調だったことなどがありましてですね、4四半期ぶりに黒字転換できることになりました。はい、では6ページの方に進みます。先ほどのですね、減損についてご説明いたします。こちらですね、子会社の劇団飛行船に関する減損をすることといたしました。そもそもですね、この劇団飛行船ですが、こちらをご覧になっていただけると分かりますようにですね、右下の写真で見ていただけますようにですね、着ぐるみやマスクをつけた状態のミュージカルサービスでございます。もう創業50年以上の老舗の劇団でございます。はい、当社グループに合流してですね、こちらシナジーを作っていこうということで考えておりますが、やはりコロナの影響を受けた関係でですね、軒並みこの舞台自体が中止ないし延期、そもそもできない、こういった状況が続いております。よってですね、今期は赤字を計上する見込みでございます。従いまして、このタイミングで減損を計上しようということです。はい、減損の損失額は 1.8 億円ほどとなりまして、ほぼ同連のすべての金額を減損いたします。これによってですね、年間4500万円ののれんの償却が今後は発生しなくなるということとなります。はい、7ページをご覧ください。こちらですね、今後の展開どうなるのというところでありますが、すでにですね、去年の7月からブシロード IP とのコラボが始まっております。バンドリの舞台を、これはうまく成功しております。
そして右下の写真はですね、プリキュアのマスクプレミュージカルでございますが、はい、このようにですね、IP を利用させていただいたマスクプレミュージカルというところがユニークでございます。日本国内でもですね、非常にユニークなサービスになっておりまして、立体アニメ、立体絵本としての楽しんでいただけている好評をいただいております。こちらですね、いいのはですね、まあ、実際この演者が声を出すわけではありませんで、まあ、天の声として音声を伝えていくわけですが、これは考えてみるとですね、言語を変えてもいけるということになります。したがって中国語、英語などですね、さまざまな言語に展開することが可能と。したがってこのミュージカルをですね、海外に今後より展開できる。すでに中国、台湾ではですね、進出しておりますが、さらに世界的に広げることも可能といったサービスでございます。このような取り組みで今後成長させていきたいというふうに考えております。はい、続きまして8ページですね、損益計算書をご覧ください。はい、まず四半期2級の部分ですけども、販管費は昨年に比べてですね、抑えられた状態となっております。今期の1級はですね、大きく宣伝費をかけた経緯がございましたが、それはまた抑えた状態になっております。一方ですね、総利益ですね、こちらは大きく減っている、逆に言えば原価が増加している状況でございます。こちらに関しましては後ほどご説明いたします。累計で見ますとですね、売上高は前年比でプラス 3.4% ということで増加しております。また利益面でも営業利益、経常利益ともにですね、黒字を確保しております。はい、売上原価の増加についてご説明いたします。今後の MOG の原価率です。今後ともですね、自社配信もの、他社配信ものはミックスされていきますので、従前のですね、他社配信中心の頃に比べると少し原価率は上がってくることになると思います。ただこの自社配信を増やすことはですね、ゲームメーカーとしてのですね、今後のお客様とのフロントに立つポジションでございますので、こちらを強化することによってですね、売上そのものを伸ばす、そしてあらり額、率ではなくてあらり額を伸ばす、このような施策を考えております。2つ目、テレビアニメの焼却費が増えている。これはですね、去年の秋アニメとして2作品放送しておりますが、そちらの焼却費が当第2四半期に一番大きく入ってきていることが要因でございます。そして3つ目ですね、MD 音楽ライブ、プロレス興行の原価率が上がっている。まあ、これはやはりコロナの影響です。こちらによって上がっている状況でございます。はい、ではじゃあ今後はどうなるのかというところですが、モバイルゲームに関しましてはですね、引き続きですね、自社配信のものもありますし、他社配信、当社の売り上げでいうとレベニューシェアで粗利率の高い、原価率の低い売り上げ、これがですね、ミックスされていく予定でございます。そういう意味ではプロダクトミックスによってですね、原価率はその期によって多少上下するということは継続してまいります。大きな傾向としましては、従前はレベニューシェアモデルがほとんどでしたので、それから今後は自社配信モデルとミックスされていくということとなりますので、はい、原価率は高い状態で今後は推移していくということでお考えいただければと思います。テレビアニメの焼却です。こちらはですね、テレビアニメの放送があった時にですね、一番大きく焼却が入りますので、当第2四半期に一番大きかったわけですが、まあ、今後はそういう意味では減ってくるということになります。それから、実は秋のアニメのうちですね、1本はですね、当社は 100% 制作出資をしております。その関係で焼却する額も大きかったわけですが、それをですね、今後制作委員会方式に切り替えていきますので、その結果相対的に当社の制作費負担、焼却額は減ってくるということとなります。
最後に MD ライブプロレス、このこちらの減価率の件はですね、やはり原因がコロナだったということもありますので、コロナが明けていくとともに回復できるものと考えております。はい、次に10ページをご覧ください。こちらは四半期の売上利益の推移でございます。はい、こちら当第2四半期におきましてはですね、前年の第2四半期の過去最高の売上に迫る勢いで売上を確保しております。はい、11ページをご覧ください。こちら四半期のセグメント別の売上利益推移でございます。はい、ご覧の通りですね、ライブ IP のセグメント利益は4四半期ぶりに黒字転換しております。はい、12ページです。デジタル IP 事業各セグメント別のですね、中身を見ていきたいと思います。グルミクが四半期通じて寄与したこと、それから新規のアプリもこの期に3つ出しております。これらが寄与して30億円規模を回復しております。それから TCG ですね、前四半期が大きな売上を確保しておりましたが、当四半期一旦落ち着きいたように見えておりますが、これは要因といたしましてはですね、ヴァンガードの新シリーズが4月からスタートいたしますので、それに控えてですね、ヴァンガードの新商品を今抑えている状態ということでありますので、それでいて20億円以上の確保ができております。はい、これはコロナ以前の規模に回復している状況といえます。はい、13ページをご覧ください。ライブ IP 事業でございます。まず青い方ですね、音楽部門でございます。売上規模はですね、Q-on-Q、Y-on-Y ともに下げてはいますが、やはりですね、緊急事態宣言の再発令もありましたので、イベントの中止などが響いております。一方ですね、音楽 CD 配信などはですね、堅調に推移しております。それからスポーツですね、こちらは売上前四半期でから伸びております。 Y-on-Y では下げておりますが、こちらですね、年一度の東京ドーム大会ですね、こちらが1月のにありましたが、なんとか実現することができました。昨年はですね、7万人の動員となりましたが、今年は2万人ということになりました。しかしながらこれによってですね、売上も確保いたしましたし、利益も確保できることができました。それからですね、映像の自社の配信サービスであります新日本プロレスワールドですね、こちらは過去最高規模の会員数を更新している状況でございます。はい、トピックス14ページに移ります。はい、左側ですね、3つのゲームをリリースしたといったものがこの3つでございます。そして右上ですね、バイス・シュバルツ好調継続ということですが、実に13年経過したバイス・シュバルツが過去最高の売上をつけられるべく推移しております。はい、これはですね、日本アニメがですね、世界的に浸透が進んでおります。バイス・シュバルツはアニメ IP のプラットフォーム型カードゲームということで、はい、これらによってですね、特に東アジアで、この売り上げが成長しておりますので、これをさらに伸ばしていきたいと考えております。それから右下ですね、コミックブシロードウェブをオープンいたしました。はい、こちらはですね、電子コミックサイトでございます。ブシロードはですね、今まで自社 IP のコミカライズを中心にですね、電子と紙と両方で展開してきましたが、こちらは電子コミックのサイトということで、ブシロード IP ものに限らずですね、オリジナルを作っていこうということで配信をスタートしております。はい、15ページ借り入れに関しましてはご覧の通りでございます。はい、では今後の展開に進ませていただきます。17ページご覧ください。主なプロジェクトカレンダー、これはですね、IP ごとに色を分けて表示しております。はい、ここで何を申し上げたいかというと、3月以降ですね、この怒涛のごとくですね、進めてまいりますよということで、ライブ舞台、音楽、映像ソフト、このように多数用意しております。そしてトピックス、いろいろなギャラ
りですね、展示イベントもございます。それから新日本プロレスも大型マッチを用意しております。個別に見ていきます。18ページご覧ください。まずカードファイトヴァンガードですね、4月から新シリーズスタートいたします。商品の方も新しい商品が出てまいります。はい、これ、そもそもですねヴァンガードが10周年、ということで、装いも新たにですね新たな展開を進めていくということになります。そして19ページをご覧になっていただきたいんですけども、こちら10年の中でですね、このように5カ国語でですねヴァンガードは展開してきております。そしてこの新しいヴァンガードとともにですね、さらに世界展開を強化しようというふうに考えております。こちらですね初めてですねグローバルの統括プロデューサーを擁立いたしました。これによってですね統括プロデューサーが世界同時にですね SNS 等でですねメッセージを発信する、情報を出していく、日本語、英語、中国語とですね複数の言語を使って出していくというですね世界のお客様に同時に楽しんでいただけるという状況、環境を用意してまいります。さらにこれを伸ばしていきたいと考えております。そして20ページですね、次はバンドリです。バンドリ IP としては6周年を迎えております。ゲームガルパですね、は4周年を迎えることになりました。これによってさまざまなキャンペーンなどを用意しております。そして右の方ですが、ロゼリアのですね劇場版アニメーションを制作しておりまして公開をさせていただく予定でございます。それから左下ですけども音楽ライブ、去年はですねやはりコロナの影響でできなかったメットライフドームを今年はやるぞということで6月に用意しております。それからガルパのスイッチ版、こちらも今年発売予定でございます。はい、MOG 関連ですが、はい、まず D4DJ ですね、順調に成長しております。こちらですね音楽ゲームのプラットフォームになっていこうということで、他社楽曲、多数のいろんな皆さんの好きな楽曲とのコラボレーションをしております。1月にはですねモンスターハンターの大型コラボも実施いたしまして大変好評を博しております。はい、そして左下ですねいよいよですね新日本プロレス、こちらがゲームアプリゲームになってまいります。今年タイトルがですね新日本プロレスストロングスピリッツということで、これをですね今年世界同時リリースしていこうということを発表させていただきました。今こちらの準備に余念がない状況でございます。はい、そして22ページご覧ください。これはテレビアニメ上乱ですね、新規 IP でございます。はい、こちらは4月アニメとなる予定でございますが、はい、こちらのですね、オープニング、エンディングのテーマ曲を当社アーティストによって提供しております。そして声の方もですね、当社声優が一部担当させていただくといったようなプロジェクトになっております。はい、右側、Dサイドトロイメライです。こちらはサムザップ様、ドリコム様との共同プロジェクトでございます。今年の夏アニメ、そしてゲームもリリースする予定でございます。続きまして23ページですね、こちら左上ロード59、こちらもプチロード IP、 人気者 IP でございます。第1回目のですね舞台を公表のうち終了いたしましたが、第2回目の舞台を4月に用意しております。右側ですね、白蛇演技ですね、こちらはですね中国で大変大ヒットしたアニメーション映画の日本配給ですね、日本での日本語吹き替え版の配給をですね当社が共同配給として入っていくということで、またまあブチロードに今までなかったような作品を新たな形で配給していくということがトピックスとしてお伝えできればと思います。はい、24ページご覧ください。プロレスとなります。はい、こちらまずですね左上、
この新日本プロレスをですね、6での配信をスタートいたしました。6とはですね、英語圏、アメリカを中心としたですね、ストリーミングサービスなんですが、4000万人以上の会員を要するというプラットフォームになっておりまして、こちらによってですね、新しい新日本プロレスのユーザーが確保できるものと考えております。そして左下ですが、5月には横浜スタジアム、東京ドームでのビッグマッチを用意するということで、今年はですね、東京ドームを5月にもやるというような新しい取り組みを考えております。そして右側ですね、スターダム、当社グループに合流して間もない形ではありますが、10周年の記念興行を日本武道館で実施し、大変好評のうち成功することができました。はい、当社グループに入ってですね、メキメキとこのプレゼンスを上げておりますので、ぜひこのスターダムにご注目いただきたいと思います。はい、ではアペンディックスの方ですが、28ページをご覧ください。IP ディベロッパーとして、特にですね、音楽ライブ、舞台の部分のお話になるんですが、ビフォーコロナにおいてはですね、リアルのライブ、舞台が中心でありました。そしてコロナにおいてですね、それライブや舞台をですね、オンラインで配信するということを始めております。これがですね、今までご覧になっていただけてないような海外のお客様、あるいは地方のお客様ですね、これは配信でご覧になっていただくということで非常に好評をいただいております。これはですね、アフターコロナにおいてもですね、リアルはリアルで大きく展開いたしますが、さらにプラスオンでこのオンラインの配信は継続してまいります。これによってですね、ビフォーコロナの時代に比べてですね、リアルとオンラインと両軸でですね、展開するということで、お客様へのリーチも大きく広がっていくということが可能というふうに考えております。30ページをご覧ください。まずお知らせという形にはなりますが、今期はですね、決算期を変更しております。7月期から決算から6月決算に変更いたします。これによって第4四半期は5月6月と2ヶ月間のみとなります。通期で言いますと11ヶ月決算ということになりますので、どうぞご了承くださいませ。それからですね、業績予想の開示に関してですね、こちらですね、現在なおコロナのですね、首都圏においては緊急事態宣言中ということでもありまして、この収束の見極めにつきましては、もうしばらくお時間をいただきたいと考えております。こちら見極めができ次第発表開示させていただきたいと思っております。株主還元につきましては引き続き検討中でございます。それでは最後でございますが、最初のお話に戻りますが、前半投資のフェーズからですね、大きく今後は成長のフェーズに変わってるんだよというキーワードをお伝えいたしました。セカンドクォーターもですね、黒点いたしまして、下期以降はですね、今後成長できるものと考えております。それに向けて頑張っていきたいというふうに考えております。皆様におかれましてはですね、引き続きブシロードグループをご支援賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。